はい、まあ、ロレックスのサブマリーナの初期の一つですね。リファレンスでいくと5508です。この時計にはバタフライと通称言われているローターですね、1530が入ってますね。で、1950年代の時計なんで、まあ結構珍しいは珍しいですけど、まあ今のロレックスに比べたら防水性もまあそれほどないですし、まあ希少価値はありますけれども、まあ実用的というほどでもないですよね。裏蓋はもうちょっと台形型になってますね。こうなると5508からは、からっていうか5508は台形ですね。あの5512とか5513になるとボヨーンと半円形になるんですけども、これは台形型ですね。でベゼルはこの当時はあのなんつうの、真鍮のベゼルになると思いますね。真鍮素材だと思います。ちょっとなんつうの、色で言うと黄がかってるっていうか、ステンレスとは明らかに違いますよね。でですね、これはあの文字盤、実はリダンっていうか、まあなんつうのかな、ミラーダイヤルですけど、オリジナルのダイヤルじゃないですね。オリジナルはこのドットのところがこれよりちょっと違いますね。だからこれは、まあ、見てて覚えておくといいと思うんですけど、この文字盤のリダンのやつは結構ありますね。まあ、あの海外でも200-300万とか高い値段で、まあ、これでも売られてますけどね。まあ綺麗な文字盤は、まあ、あんまり信用できないってわけじゃないですけど、